ハノーバーコートハウスの戦いは、南北戦争2年目の1862年5月27日、半島方面作戦の一部として、バージニア州ハノーバー軍で起きた戦闘である。北軍フィッツ・ジョン・ポーター准将の第5軍団の一部隊が北に広がって、ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍右翼を守っていた。ポーターの目的は、ハノーバーコートハウス近くの南軍に対処する。 ことだった。そこは、フレデリックスバーグから南進してくる援軍の通り道であり、その脅威となっていた。ローレンス・オブライアン・ブランチ大佐の指揮する南軍の小部隊が、ピークの私で、まとまりのない戦闘を行った後に敗れた。しかし、北軍の勝利は一時的なものであり、北軍の援軍は、シェナンド渓谷の第一次、ウィンチェスターの戦いで、 ナサニエル・バンクス少将の部隊が敗走したために、フレデリックスバーグに呼び戻されることになった。南軍のジョセフ・ジョンストン将軍は、その6万名の軍をバージニア半島から退き、北軍、マクレランの軍がその後を追って、アメリカ連合国首都リッチモンドに近づいた。ジョンストンの防衛戦は、ドルーリーズブラフのあるジェームズ川に始まり、半時計回りに広がっていたので、 その中央と左翼は地下ホミニー川の後にあった。そこは春には自然の要害となり、リッチモンドの東まで広大な平原が湿地に変わっていた。ジョンストンの部隊は地下ホミニー川に架かる橋の大半を燃やし、リッチモンドの北と東に強力な防衛線を敷いた。マクレランの軍隊10万5000名は2つの理由で北東に集中した。一つは、 地下ホミニー側にほぼ平行するパマンキー側が通信線となり、ジョンストン軍の左翼を回り込むことが可能だった。二つ目はマクレランが、アービン・マクドウェルの第一軍団が到着することを期待していたからだった。第一軍団は、マクレラン軍を補強するために、フレデリックスバーグから南に行軍してくる予定であり、その経路を守る必要があった。半島方面作戦。 セブンパインズの戦いまで、南軍北軍ポトマック軍はゆるりとパマンキー川を上り、エルサムズランディング、カンバーランドランディング、ホワイトハウスランディングに補給基地を作り、南軍ドバート・イーリー将軍の息子、WH 会、ルーニーリーのプランテーションは、マクレランの作戦基地になった。マクレランは、リッチモンドヨーク川鉄道を使って、重たい工場法を、 リッチモンド郊外まで持ってくることができた。ゆるり慎重に行動し、南軍の方が北軍より勢力がはるかに多いという風に信じ込まされる嘘の情報に反応していた。5月末までに地下方ミニー川を渡す橋を建設し、リッチモンドに面した軍の3分の1は川の南に、3分の2は北側に川を挟んで配置した。 この配置は川の対岸にある部隊を素早く補強するのが難しく、5月末に起きたセブンパインズの戦いで、著しい問題であることが証明された。 両軍の前線に沿って小競り合いが起こる間、マクレランはあるバージニア州民から1万7千名の南軍部隊がメカニクスビルの北ハノーバーコートハウスに移動しているという噂を聞いた。それが真実ならば軍の右翼に対する脅威となり、またマクドウェルの援軍が到着するのにも面倒なことになるところだった。北軍騎兵の偵察で敵の勢力は六千名に修正されたが、 それでも、心配の種であることに変わりはなかった。マクレランは新しく結成した第5軍団長で、親友でもあるフィッツ・ジョン・ポーターに、この脅威への対応を行うよう命じた。ポーターは、ジョージ・エム・モレル巡将が指揮する第1師団、ジョージ・サイクス巡将の第2師団からガバヌーア、ウォーレン・大佐の指揮する第3旅団、さらに、ウィリアム・エイチ・エモリー巡将の率いる騎兵と砲兵の、 複合旅団、総勢1万2千名を率い、5月27日午前4時に、その任務に出発した。南軍は、実際には4千名にしか過ぎず、ローレンス・オブライアン・ブランチ大佐が率いており、第18、第28、第37ノースカロライナ不評連隊、第45ジョージア連隊で構成されていた。この部隊は、バージニア中央鉄道を守るために、 ゴードンズビルを出発してきており、スラッシュ協会に近いコートハウスの南西4マイル、ピークの私に陣取っていた。別の南軍1個旅団が、ハノーバージャンクションの北10マイルに陣を敷いていた。ハノーバーコートハウス近くでの戦闘ポーターの舞台は、土砂降りの雨の中を、ピークの私に近づいていった。5月27日正午頃、その前衛である、ニューヨーク第25不評連隊が、 偵察に出ていたジェームズ・ウェイチ連隊さんの指揮する、ノースカロライナ第28連隊と、トマス・ウェイチ・キニーが所有する農園のところで遭遇した。ニューヨーク連隊が、アメリカ第一狙撃兵隊と共に、活発に交戦しているところに、パーカーの本隊が到着し、劣勢となった南軍は、コートハウスに向かう道路沿いに追い払われた。ポーターはその戦力の大半で追撃を開始し、 後には3個連隊を残した。残ったのは、ジョン・ H ・マーティン・デール巡承指揮下に、メイン第2連隊、ニューヨーク第44連隊、および損失を出した、ニューヨーク第25不評連隊であり、キニーの農園から1マイル西にある、ニューブリッジ道路とハノーバーコートハウス道路の交差点を守った。この動きによりポーターの後がガラ空きになり、ポーターが、 ハノーバーコートハウスにいると思っていたブランチの部隊から攻撃を受けることになった。ブランチもまた、ポーター隊が実際よりかなり少ないという過程で動いており、攻撃して初めてその勢力が分かった。チャールズ・シーリー大佐がその連隊であるノースカロライナ第37連隊、さらにはノースカロライナ第18連隊とラサムの、砲兵隊から大砲2門を率いて戦った。 ノースカロライナ第18連隊による最初の攻撃は撃退されたが、ノースカロライナ第37連隊が戦闘に加わり、マーティンデールの部隊が激しい放火のためにほとんど破壊された。ニューヨーク第25不評連隊は隊員の25%を失い、その戦闘機には44発の銃弾の穴が開いた。ポーターに後方で起きた戦闘の知らせを伝令が届けると、即座に マサチューセッツ第9連隊トッペンシルベニア第62連隊を後方のキニー農園に派遣した。南軍の前線は新たに到着した北軍部隊に破られピークの私からアシュランドの方向へ撤退した。マクレラン将軍はハノーバーコートハウスが大勢の敵に対する輝かしい勝利だと主張し、この戦争で最大級に優れたものだと判断した。しかし実際には 勢力で勝っていた北軍がまとまりのない戦闘を行い、しかも両軍に誤った判断があった。北軍の右翼は確保されたまま残ったが、事実上ピークの私の南軍はそこに脅威を与える意図がなかった。またマクドウェルの軍団が到着することはなかったので、その道を確保しておく必要もなかった。シェナンド渓谷で起きた第一次、ウィンチェスターの戦いで、北軍が ストーンウォール・ジャクソンに敗れたことにより、エイブラハム・リンカーン大統領の内閣は、マクドウェル軍団を、フレデリックスバーグに呼び戻すことになった。この戦闘での北軍の損失は355名から397名まで、諸説ある。南軍は戦場に200名の死傷者が残され、ボーダーの騎兵隊に730名が捕まった。歴史家のスティーブン・ W ・シアーズによれば、 実際の損失よりも影響が大きかったのは4日後に起きたセブンパインズの戦いに対するマクレランの準備状況だった。ポーターがいない間にマクレランは地下ホミニー川の南に軍隊を移すことを躊躇し、その左翼がジョンストンからの魅力的な標的にされたことだった。ありがとうございます。